まあ親の影響だと思うんですけど、稲垣潤一さんとか、ちょっと弥生時代ぐらい、物の社会じゃなかった時の時代、そしてまだ言葉がないとか文字がないって時に行ってみたい。そして一緒に言葉とか文字作りたい。まあ、芸能人で好きになった人がいない分、誰と会っても全く同じです、態度が。このままあるレンタルビデオ店でバイトしてたんですよ。こう若い大学生ぐらいの子たちってちょっと恥ずかしいでしょうから、映画と映画の間にアダルトビデオ挟むんですよ。サンドイッチビデオって言うんですけど、僕の中で。でもこの大学生も半年ぐらい経って慣れてくるとアダルトビデオしか借りないんですよ。そういうね、人間のこう成長物語も見れまして、まずブラックミラーはすごく好きで、短編のあり方をなんかすごく大きく変えたんじゃないかなっていうふうに思ってるし、大きな普遍的なテーマがそこにあるっていうのがとても面白いなと思ってシーズン1から見てたんですけど、チャックの締め忘れですね。だから今スタイリストはもう最後にチャック確認っていうあの項目がついてるぐらい。犬飼ってたんですけど、キャラクターいるじゃないですか、なんだっけ、ハリーポッターかな、ドビーっていなかった、それに似てたからドビーってつけて、そしたら本当その犬はどんどんバカ犬になってって、すごくあの可愛がってたんですけど、去年家から逃げてですね、実家からで、気づいた時には全然違う人が散歩させてたらしいです。ドビー頑張れ。そんなに好んで食べないものを選びたい。芋がそんな好きじゃないんですよ。好きじゃないというか、芋って感じなんで、最初距離があるやつ、こうね、ちゃんとプロセスを踏まえると一生同じものしか食べなくても最後は芋と抱き合える気がする。そして俺が男爵芋になれる。いいこと言ったなと思ったけど、ちょっとカットカット。見ないと時代に乗り遅れます。見ると今日明日生きるのが楽しくなります。もう一つ、もう全然一言じゃないね、もう3言目だね。この全裸監督を見ると愛することができます。